両手首にループをかけます。右手で左手首の紐をつかみ、左手首に1回巻きつけます。左手で今度は右手首の紐をつかみ、右手首に1回巻きつけます。右親指小指で左手首に巻きついている紐を下から取ります。左親指小指で右手首に巻きついている紐を下から取ります。中指で反対側の手のひらの紐を取り合います。親指、中指、小指の輪が外れないように5本の指をぴったりつけて、指先を下に向け、手首にかかった紐の輪を滑り落とし、両手を普通の位置に戻します。中指を軸に親指と小指を交互に向こうへ手前へと向け合うように回すと、旗織りの出来上がりです。